ババトシフミは、福岡県水間郡大牧町出身の元プロ、野球選手、野球指導者。現在は、埼玉西武ライオンズ一軍作戦権、守備、走塁コーチ。柳川港から、社会人野球の新日本製鉄社に進み、全日本の三番打者も務めた。1989年の都市対抗野球では、本塁打を放つなど、チームのベスト4進出に貢献した。 社会人時代のチームメイトに、野茂秀夫がいた。1989年のプロ野球ドラフト会議で、福岡大英ホークスから50名指名を受けて入団。1990年は54試合に出場。1993年のシーズンオフ、高木明次との交換トレードで、オリックスブルーウェーブへ移籍する。1995年は115試合出場で、初の規定打席到達。 1995年の日本シリーズでは講師を連発した。三塁一種としてゴールデングラブ賞を獲得。1996年は111試合に出場し、リーグ優勝、日本一に貢献。2年連続でゴールデングラブ賞を受賞。1997年のシーズン途中、若手起用を図る球団の方針と2年前の 日本シリーズで守備力を目の当たりにした野村克也監督の目に留まり、岩崎久則と共に、小倉久志と公営増隆との2対2の交換トレードでヤクルトスワローズへ移籍。ヤクルトでは、セカンドも守ったが、岩村明則など、若手内野手の台頭もあって、出場機会が減りる。2000年に現役を引退した、オリックスで内野守備総類コーチ、ヤクルトで、 守備総類コーチを務めた。2009年からは再びオリックスで一軍内野守備総類コーチで復帰するが同年退団する。2010年からは横浜ベイスターズ一軍内野守備総類コーチを務める。2012年は二軍内野守備総類コーチ。2013年は一軍内野守備総類コーチを務める。2014年は総合圏内野守備総類コーチとなる。 攻撃時は三塁ベースコーチを務める。2015年は再び一軍内野守備走塁コーチを務め同年に DNA を退団。2016年は韓国プロ野球ハンファイーグルスで一軍作戦走塁コーチを務めた。2017年より埼玉西武ライオンズの一軍内野守備走塁コーチを務める。2019年からは一軍作戦兼守備。 走塁コーチに配置転換されたヘッドコーチ格の役割を担う1990年代サードの守備について野村克也があそこに飛んだら地獄と評価した守備力が武器であったそのこともあり獲得に乗り出したコーチとしては主に三塁ベースコーチを任されておりどんなに厳しくてもランナーを回すことから横浜ベイスターズ一軍内野守備走塁コーチ時代は 壊れた、信号機と呼ばれていた。しかし、西部時代には、ヤクルト時代から、仲の良い辻、初彦監督とタッグを組んだことにより、正確性が向上した。持ち前の判断力で、チームの得点へとつなげていき、西部の機動力野球復活の立役者となった。守備の指導には、定評があり、西部のチーム失策数の減少にも貢献した。ありがとうございます。